エズはフランス南東部コートダジュールの街。ニースとモナコの中間に位置し、多くの観光客が訪れる。自転車ロードレースのパリニースでは、大会の終盤でほぼ毎年この街を通過する。エズ周辺には、紀元前2000年頃に居住が開始された。エズの名前は、サンドーランデズと呼ばれる港として、アントニンの海事本に見受けられる。この地域は、ローマ人だけでなく、 973年に、プロバンス北ギヨームによって追い払われるまで、約80年間ムーア人による支配を受けた。1338年まで町は、サボヤ家の管轄下にあった。近隣のニースに備えるために、サボヤ家は町を要塞化した。エズは、フランス地中海の上方の標高427メートルに位置する高い崖を見下ろす場所にあるため、ワシノスと言われる。 高い標高のため村と明るい気褐色の境界は遠方から確認することができる。境界内ではエジプトの十字架が村のルーツがポエニ人の時代に遡ることを思い起こさせる。彼らはイシス人を称たたえて寺院を建設した。伝統的にモナコ公国の領土はエズ村から地中海岸に沿って現在のイタリアとの国境であるマントンまでと考えられていた。 ありがとうございます。